はいそれでは「ドントスターブシップレックト」実況続きやっていきたいと思いますなんとかロボ殺しの嵐の季節を乗り越えておそらく次の季節に入ってると思いますでどんなことをやっていきたいかっていうとまあちょっと結構物を使ってしまったので資源を集めたりあとはそうですねこの左上の方を探索したりちょっと気になる こうアイコンとかもあったりするので見に行ってみたりあと宝の地図で見つけたこの右下のところこれ行くか行かないか <laughs> ちょっと迷いどころですねもしかしたら穂があればあの船のかなりスピードが速くなるので簡単に行けるのかもしれませんけどもえとりあえずはちょっと左上の方に 見てみようかなと思っています食料はなんとなく持ってた方がいいか。まあ見つかるかな島で。それなりに。ミートボールがちょっと、ちょっとまずいな。ちょっと足が来てるというか。じゃあミートボール2つ持っていこう。よし、これでちょっと出発したいと思ったんですけれども、いらないものは置いていった方がいいか。とか言ってても、まだ夕方がちょっと長い。日が全然ですね。これちょっと置いとくか。これ今いらないしな。 よし。で、何に入れておこうあ、このサーマルストーンがいらない。うん。っていう荷物整理をしながら、まあ、もしかしたら、そうですね。あのー、もう一個、宝箱、チェストを作って、荷物整理に使ってもいいかもしれないです。そうするか。そうしよう。あ、ヘビが出てきてる。ヘビは倒しておきます。えーっと、槍がここにあるから。まあ、ヘビはね、そんなに大したことないんで、大丈夫です。 ヘビの皮ゲットということでちょっと木を集めます明日の朝ですね出発はそういうことにしておきましょうよしそれでは荷物整理もなんとなく終わったし朝になったので左上の方から行ってみたいと思いますよいしょでえー、っとそうですね穂をつけていこうかなよし行くぞウィーン あ、何この顔。<laughs> 初めて気づいた <laughs>。なんかすごいドヤ、ドヤ顔じゃないけど、なんかやってやったぜみたいな顔してるな <laughs>。どうどうみたいな。あ、やっぱりこう波が高くなるのは嵐の季節だったからなんだな。えー、っと、どうしようかな。まあ左上行きながら、まずこの樽が何なのかを見てみたいかな。ああ、これはちょっと真正面から見たい気はします。マップ回転させれば、 見られるんでしょうけどまあちょっと視界がぐちゃぐちゃってなるとあれなのでおなんだあれえ何あれこれ敵かこれ何してんだろうすごい群がってる敵かなイルカみたいなのがいるすごい何これめっちゃいっぱいいるんだけど <laughs> ちょっとついてきてるし 何なんだろうよくわかんない生き物もいますね戦ってみたら死ぬでしょうね叩いたら絶対に攻撃してくると思うのであ網とかで捕まえたらいいのかなちょっとわからないですけどあーすごいこれスピードあ見つけたアタックな何が入ってんだろうこれでもアタックしたらダメっぽいけどな えああやっぱりダメだ <laughs> よかった即く発とかじゃなくてよかったおお爆発して波が立ってるめっちゃすごいすごいああいうものがあるんだなおなんかお魚マークがあるあちょっと待ってセーブで少し重たくなってるおおなんだろう魚がいっぱいいるんだ多分 もしかしかたらここで釣り竿は使えるか釣り竿おいてきちゃったなどうしようこのサンゴは取っておこうかななんかサンゴ多分そんなにいっぱいあるもんじゃないっぽいんで一応貴重品扱いな気がするので取っておきますとりあえずよあしまったあるよねざ料よしよしあるあるよーしじゃあサンゴ取って次に行きたいと思います いや、でも、この左上の方、島ないかここちょっと見、見れてないんですけど、浅い海域がなかったんですよね。ずっと深い海で。うん。で、今、やっと、ちょっと浅めのところに来ました。で、ここは多分、えー、っと、この広い島の、まあ、この左上の方にまた、こういう風に島があるんだと思うんですけど、そこにたどり着いてしまったみたいです。うん。 とりあえずこの穂があるとすごく早いですねあれここなんだうわっここ沼地だやべっすげえ緑のキノコあるうれしい産地すごいやばいからなこれなんだあなんか毒のなんかって書いてある毒の穴って書いてあるな久しぶりに見たこの半魚人どもうわっんだちょっと違うやつもいる 槍を構えてるすごいあれもしかしてここ危ないてか夜になるんですけどああなんか出てきた <laughs> ちょっと待って待って待ってちょっと安全な地域にあ間に合うかな左じゃなくて右下の安全な砂浜の方にたどり着きたいこれウェンディとかウィローとかどんな顔するんだろうって地味に気になってますそれはともかくあの よしよしついたついたついたよかったギリギリ感が若干ありましたけれどもえっ、ー、とファイヤーピットじゃなくてキャンプファイヤーで大丈夫ですよしどうにかなった明るいで緑のキノコをいっぱい食べようこれ産地が回復しますからねこれかなり回復しますえー、っとだいぶ大丈夫になると思いますおお素晴らしい、まあ、ちょっと体力減るんですけどね ま、それは、まあ、仕方ないということにしときましょう。海藻を食べとこう。あ、でもそうか。モンスターミッドじゃなくてミートボール食べればいいのか。よっ。美味しい。まあ一応海藻も。よしよし。またしてもステータス的にはいい感じになっています。で、暇なんで、この辺の草は取っておこうかな。で、ツリー。一応木も切っておかないと燃料がないか。うん。とりあえずこの、 左上は沼地なんだな。沼地もしっかりあるということが分かりました。あとこの辺の貝とか草とか全部取って帰ろうかな。あーでも、この蜂の巣箱作ってもいいですね。蜂蜜欲しいっちゃ欲しいんで。うーん。あ、そうすると網がいるのか。超植えないといけませんもんね。蜂、取ったり。網は作れないぞ、今ここでは。<laughs> <laughs> 一度拠点に帰らないと <laughs> そうかそうかちょっと蜂の巣も考えていいなあでこの季節の特性は一体何なのか今のところ何も起きてないけどうーんこういう遠方の地で何か起きてもらうのは困るので何事もないことを祈りますあーもう一個足さないとダメかよっ木も切っとかないとちょっとまずいですねはい ちょっとこの辺の沼地をチェックしてみます少し怖いですけど大事なことな気がする痛い <laughs> 飛び込んでくるこうなんか穴の下にカエルみたいなのがいるのかなカエルっていうかなんかよく分かんないけどそれなんだ取っていいの魚ゲット謎の魚いやこれこれこれこいつ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 やばいこいつやべえ。え飛び込みがえぐいぞうー うわちょっと待って待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 てやばい絶対当たるこれあっやべ死ぬぞマジで死ぬ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 いい、あっあっぶねこれ危ないこれこれ危ない <laughs> 何度も言いますけどあっぶね死にかけた鎧とっさに来てもリュック持たないといけないしな っと危なかった13しかない。か、帰るか、これ。<laughs> なんかあったら死ぬぞ。体力回復のもの持ってないしな。えー、っと、まあ、食料を取って帰っていけばいいか。うーん、ちょっと草も一応ある程度取ったんですけど、あと砂とかも取って帰ったりもなんかしてもいいかも。あ、そういえば、そうか、豚がいるんだったな、ここ。 ちょっとここで一晩止まって、うん。拠点に一回帰りたいと思います。いやー、本当はこう、ぐるっとこう、回って、回って、こう、行きたかったんですけど、緊急事態なので、このまま直線で、えー、拠点に戻ります。<laughs> こんなに、っていうかあんなに沼の、なんか、 プクプク潜伏してるやつが強いと思わなかったんですよねあれ多分かん、当たらずに済む方法あんのかななんか、なんていうか、絶対当てられる感じがしたんですけど。<laughs> 沼地、今回結構危険だな。もともと危険なんですけど、なんかさらに危険度が増してるような気がします。なんだろう、乗り捨てたボートは。 多分自分で乗り捨てたボートでしょうけど。うーん。よしよし、いいぞ。とりあえず、え海藻とかも、なんとなく取りながら帰ります。ということで、一度家に戻ってきました。で、この魚で、フィッシュスティックが作れるかどうか、えー、っと、魚と、えー、枝切れと、何か合わせで、貝とか海藻入れてれば大丈夫かな。これでもし、フィッシュ、 スティックがフィッシュスティックができるなら体力回復させていただきたいんですけどどうかなちょっとわかんないけどえっと腐りそうなもんあるあラタトゥーユがちょっと危ないなえ狼あの鳴き声がする <laughs> ラタトゥーユちょっと食べとくかこのシーフード願望ってのもちょっと気になるんだけどな これ、早く、あの、何ができるか教えてくれないかなあの、結構、結構料理時間長いな。えー、っと、貝は入れておいて、あフィッシュスティックできたありがたいこれ体力結構回復しますからね。あ、よしよしよし。大丈夫大丈夫。えー、っと、ちょっと待ってよ。<laughs> ちょっと待ってくださいね。まずは、火をとりあえず炊いておいて、トーチは持ちましたかよし、持ってるね。で、えー、っと、 何を持って帰ったかっていうと草をね結構持って帰ったんですよ今回よし来い来い狼今回もなすりつけテクニックでどうにかしてやろうよし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 いっててててていやいやちょっと量多いな <laughs> それ猿には攻撃しないのか猿には攻撃しないっていうそんな感じがあるもしかして ちょっと待ってね。あ、攻撃してる攻撃してるうわーめちゃめちゃだよしあこれもらっとこもらっとこもらっときたいものがいっぱいあるいててて待て松明は大丈夫かよし松明は大丈夫帰ろう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 。多分結構結構ですけどあのー、ちょっとまてまってくれ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 大丈夫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  何も恐れることはないもうなんならもうなんなら入ってもいいですよもうなんなら入ってもいいですああそうかあれがいるのかちょっと待ってね <laughs> よしいやー大丈夫です海の幸あー待って何まだ来るよしあれだシルクが手に入った結果往来うーん海の幸は 体力回復効果があるという説を信じて、こっちを贅沢に食べてしまってもいいのか。シーフード願望。多分、あの、シップレックで追加された料理ですよね。信じてみるあ意外と体力回復する。これどうやって作った <laughs> シーフード願望は何で作ったかななんかムール貝とかロ、なんだっけクラゲとか入れたんだっけあれちょっと覚えてないな、レシピを。意外と大事な食材だったかもしれない。そんな気もします。えっと、お肉と、どうしようかなこう、貝とか、あとモンスターミートも入れてみるかうーん、貝。あ、やべ、これなんだ変なのが入ってる。 貝、肉、海藻。これは多分ミートボールができそうだけど。あ、なんだえなんか変わったものができた。なんだろうサーフターフ。お寿司みたいな感じかこれ。なんかお寿司っぽい。右側になんかエビの寿司が入ってるような気がする。これも体力回復結構するかもしれない。入れておこう。 えー、モンスターミートは新鮮なのができたんで、これ入れれば、ちょっと、えー、新鮮さが回復すると思います。で、ラタトゥーユ持って、えー、体力回復したんで、えー、っと、右下行きますか、ここを目指して。行った方がいいですよね。宝の地図にどんな効果があるのかっていうのが、ちょっとわからないんで、行ってみたいとは思っています。それを確かめるために。はい。 でも、この季節は、どういう季節なんだ、結局。多分、嵐の季節は、氷が降ってきてたから、冬なんで、春か。多分、春ですかね。そういう設定だと思います。あ、ちょっと、船の耐久値が危ないですね。うん。よしよし、いいぞ。じゃあ、ちょっと、えー、っと、まあ、こんな感じで、下の方に向かっていきたいと思います。まあ、 あのこうやって海藻を集めてれば死ぬことはないと思います。そのがガシとかでね。一番初歩的なガシとかで死ぬことは <laughs> ないと思うんですけど。はい。まあラタトゥユも持ってますしね。お新しい島発見ここはまた全然途中の島ですけどね。えー、っと、遠いなやっぱり。<laughs> ここはどういう島かっていうと、ある程度は見て、お なんだ変なアイテムがある。うん。ベリーはもらっておこうかな。何かとありがたいベリー。おー、ここはまたあの、マングローブ地帯ですね。あそこって船で入れるのかな豚が結構ここにいるような気がし,します。そう言っても一体か。そういえば今回、豚王様はいらっしゃるのかな神聖なる豚王様は。 ちょっとその辺は謎ですけどね。あ、やべえ、やべえ、やうわ、ちょっと待って、ヘビの、あ、ヘビの巣が結構あるんだ、ここ。危ない。豚はもう引っ込んでしまった。ちょっとこういう立ち寄った、えー、島とかもあります。ここ入れ、あ、入れるあ、すごいすごい。入れてる。ザブザブ行けるんだ。なるほど。でもここ何があるってわけじゃないのかなこの地域。本当に、 マングローブ地帯です、ね、へーええー、っとだいぶ近くなってきたんですけどもあの時間が少しだけ危なそうなので今日はこのさっき今見つけた島で一日過ごしたいと思うんですけどこの島どうなってる島かこれ。えひどい <笑><笑>こんなことある <laughs> 貝殻手に入れて、ちょっと産地を回復して。え、本当にこれだけの島島って言っていいのかわからないけど。あ、しまった。なんかファイヤーピット作ったことになってる。なんてこった。っていうか危ない。木が全然ないぞ。あ、満月の夜だ。なんだやってしまったな。行こうっと。あ、やべえ。船の耐久値もなかなかやばいぞ。 満月の夜だったので、そのまま後悔を続けます。えー、っと、海藻を手に入れて。でももう近いんですよね。意外と1日半ぐらいで、えー、着くみたいです。うん。多分、何があんのかなその、その場所に、行って、ショベルを使って掘ったりするのか、それともなんかポーンって置いてあるのか、それもよくわかりませんよね。うん。満月の夜をこうやって後悔するってのはなんか、 ロマンチックといえばロマンチックですね。あ、やべ、ずれてる。<laughs> よし、このまま上に向かえば、その例の場所にたどり着くはずです。ただ、えー、っと、雲の巣とかがなんか見えてるので、ちょっと夜は危ないかと思ったりもするんですけど、なんか、イビルフラワー、悪魔の花が結構咲いてるな恐ろしい。よっと。 ちょっと見に行ってみよう。あ、やっぱ雲が、雲がいますね。あ、なんだ、あれか。あ、あれが、スポットみたいです。あんなところに、ラタトゥイユ食べとこう。お腹がすごい減ってる。